だから電話があったね。しんやちゃん。当てるか分かる。便所は LINE してんだけど出ないんだよ。あまりにしんやちゃん。はい。なんで俺が誘ったのに返信しないんだよ、お前。おい。ね、文面作ってて、ね、送信するの忘れてたもんね。は嘘つけよ、お前よ。様子見てるよ、誰が来るかとかよ、お前。違うんだよ、みんな。そうやって、損得感情でしょ。忘れてたの？動かるんだ、てめえよ、深夜っちょってめえよ。何？誘ってる側の態度ちゃうけどね。は？こんなの誘ってるよ。だって深夜っちょっていつも会ってさ、俺が忘年会するって言ったら来たいって言うじゃん。だから、誘ったんだよ。深夜っちょ、そうやって。ね、でもそれでも返信なかったじゃん、ずっと新やっちょさ。なんで返信ないんだよ。送ったもんだと思ってて、あれ新やっちょの名前ないなと思ったから、なんか組み合わせダメだったのかなと思って。いや違う、あなたが返信ないからってことでしょ。俺が返信ないっていうのをリスナーさんコメントで気づいて、あ、文面作ってるけど送信してへんやんってなってる。いや送信してないのに、なんで嘘つくの？そうやって。嘘じゃないって。ほんまに。そうやって金ない、金ないって言ってさ、嘘ついてさ、金あるのに、毎回さ。送信ボタン押してなかった、それだけ。何？何？じゃあ俺、新やっちょに、この日を、ね、いいっつって、じゃあそれで送信したってこと？新やっちょは。俺が。送信ボタン押さずに文面だけ作って放置してたの。で、他の用事があったらなんかしてたら忘れてたんだよ、多分。そうなの？じゃあ20、あのさ、今はもう決まったんだけど、うん、21日来れる？ 21 日。12月。大丈夫やと思うで、確か。うん。じゃあ、本当大丈夫なの？みんな21が来れる。あ、みんなも21になっちゃったもん。もうこれ21。20… え、何時からやるの？19時から、多分。予約は、まだ予約してないんだけど、そう、19時から。え？ああ、それは大丈夫。あの、電波いいところになる。いいとこでそう、地下でやんないから、地下はもうやめるから。新宿で、まあ、21日か、21日で、そう、21日で。OK、もうあの、ツイッターの名前にしとくわ、21よっさん忘年会って。してくれないでしょ。ねえ、そんな、適当なね、さ、ゴミみたいなやつをさ、毎回つなんでさ、忘年、なんか日時とかさ。何がゴミだ、別に自分のツイッターの金がないのに大阪行ってんじゃねえぞてめえ。おい、金ない金ないってなんで大阪行けんだお前。毎回言えよ。ライブがあるから自分ライブあって金なくちゃいけねえんだろお前。いや、いけないけど。なんで行ってんだよ、金ないのに大阪ばっかり。嘘じゃねえかお前。ばっか行ってない、2ヶ月に1回ペースだし。いや、2ヶ月、いや、そんなことないでしょって。だって、金なかったら、うん、大阪なんて行かないから。金なかった。そりゃそうだけど。ほら、金あるんでしょ？なんで金あるのに金ないとか言うの？金ないから。いや、金あるでしょ、だから。そんなのさ、家賃が払えないとか言ってさ、どんだけお前儲かってんだよ。すげえよ。儲かってんじゃん、お前。嘘ついて。俺もさ、ヨッサンと金バイチンタイプで、お金あったらあるって言うし、なかったらないって正直言ってるんだよ。いや、言ってないでしょ、って。だって金あるのに大阪とか、そうだね、行かないでしょ。金がなかったら。予定があったら行くでしょう。予定がなくても金なかったら行かないでしょ。お金がない詐欺で、そんな徴収、そんなくすいことはしませんよ、僕は。まあいいけどさ。ないって言ったらでも投げられるから、まあなんとかギリギリで生活できてんで、携帯とか俺止まってたからね、大阪の時。だからそれでもさ、なんで、じゃあ、大阪で携帯止まってんのに、うん、なんで、新しい iPhone とかいっぱい買うの？そうね、金がないのに。なんで買うの？回線も必要なの。いや、必要じゃないでしょ。働けばいいじゃん、働けば。働けばいいじゃん。働けばって、これが一番、サラリーマンとかするとこっちの方が稼げる出費多いけどさ。いや、でも稼げてないで、収入がないっていうね、放送で言うんだったら、働けばいいじゃん。いや、稼げてなくはないけど、出費が多いの。僕、YouTube とかもやったりとか。いや、だったら働けばいいじゃん。スタッフ雇ったりしてるから。だから、それで、生活できないって言うんだったら、働けばいいじゃん。だって。働いた方が、時間の無駄なの。いや、無駄じゃないでしょ。みんな働いてるわけだよ、それ。生活できない。だから、
4時間時給ね、1000円なんか働くよりも4時間配信とか企画やった方がよっぽど、ね、でもそれでも生活できないから金くれとか言ってるわけじゃん。言わないよ、だって他の人。働くよりは効率いいよ、こっちの。いや、効率いいんだったら、じゃあそれで言うなよ。言うのはいいでしょ。え、言わなきゃいいじゃんって。生活できるんだから。効率いいとかさ。ね。ね、うん。携帯で払い、家賃払えへんってなったらもうどうしようもないで。ないからないって言って、投げてくれる人おるからええやん。だから働けばいいじゃん。働いた方が時間の無駄って言ってる。いやいや、無駄じゃないで。みんなそれ働いてるんだって。だから、うん。うん。働いた方がいい人は働いた方がいいけど、俺は。うん、いやいや、あなたも生活費足りないんだよ。働けないだって。だって。自分も働いたらいいじゃん。いや、俺働かなくても生活できるもん。その腐った足を使って働けばいいじゃん。腐った足でも働、俺、あなたみたいに、だって生活できないで、ください、金をくださいとか言ったことで。いやいや、花火投げる。いや、投げてよ、それは言うけど、それはだから俺何とかなってる。うん。だけど、あなたは生活できないんでしょ。俺はでも、よっさんみたいに毎回毎回投げる言わないで、困った時に。いやいや、そう、困った時のとかじゃなくて、困った時にも投げてくれないでしょって。困った時は投げてくれ。だって、この前家賃。いや、投げてくれない。その時点で、困った時にしか投げてくれない時点で、配信で生活をできるっていうのはおかしい。だって、配信でみんな生活してるわけだから。困った時に投げてくれるとかおかしいじゃん。いやー、それはしゃあないよ。みんなも余裕ないんでしょ。いやいや、そんなことないよ。みんなパンの耳食べながら。じゃあみんなはなんで上がってんの。ああ、大花火3個あるだろ。ほら、お前こうやって投げてくれね。お前が放送してさ。ね。俺適当にこうやって酒飲んで、ね。大原誠二をディスったら、こうやって3個投げられるんだよ、こうやって。そうなの、うん、そういうリスナーなんじゃない、そういう。で、忘年会来てくれんの。まあいいけど。ね、新野町忘年会来てくれんの。忘年会のお誘いでしょ、だから。来てくれ、21日来てくれ、21日。21な。お今日、まあ、なかなかね、配信者会う機会ないし。そうだよ。でも、新野町忙しいんじゃないの、なんか、大阪行ったりね。まあ、21は今んとこないから多分行けると思うよ。本当？まあ、行けるかって言うよ、また。でもさ、もう予約取っちゃうから、あ、じゃあまあ、2日前ぐらいに無理だった、言って。2日前で、もし、だから、もし、ドドキャンしたら、5000円払ってよ、ちゃんと。振り込んでよ。銀行口座に。金梅さんは、もう誘いたくないから、俺は。金梅ちゃんドドキャンするやろな。ドドキャンもう3、4回されてるからもね。確かに、毎回ヨッサンのやつはドドキャンな。屋形船ぐらいちゃう、来たのは。そう、屋形船ぐらいだよ。それ以外、忘年会は絶対来へん。そう。だいぶ、もう、だから、一応誘ったんだよ、俺も。あ、誘ったんだ。誘ったよ。金梅さん、でも、連絡がないのよ。金梅さんに。連絡がないから、多分もう今回も来ない。うん。プラーと来るもありやん。で、新八丁、あ、全然いいよ。新八丁から、新八丁から金梅さんを、21日、来てくれ、言ってよ。ね、多分ね、金梅ちゃん起きれ、いや、OK。いやね、東京でやるのになんて起きれないとかないでしょ。ね、いや、おかしいじゃん。前日に俺の家泊まってやったら連れてこれるけど、まあ、まず聞いとくわ、金梅ちん。最近ちょっと家タンクしか遊んでない。本当だよ。もう本当だよ。俺、心配にならないんだって。もう本当に金梅さんもだって、もう、今、閲覧とかやばいよ。本当に。やばいよ。まあ、新八丁よりはやばくないけど。まあ、俺もやばい。新八丁やばいよ。だって、閲覧100とか200じゃん。3つしてるからね、僕は。3つしてるからね。閲覧割れてるだけだよ。まあ、ツイキャスで同時配信してるからね。確かにね。トータルしたら。うん、まあ、金梅さん同時配信しないからね。だよ。うん、だってツイキャスで俺400、ウフワチ今280とかやで、ね。あ、そうだ、そうだ。だからトータルやったら600人、700人いるわけや。まあ、トータルやったらね。まあ、それ以下、金梅さんもそれ以下になっちゃったもんね。金梅ちゃんも550人ぐらいになっちゃってるからね。そう。だから、金梅さん、だから、俺も心配なんだよ。金梅さんの、本当に。ああ、心配なんだ、心配だよ。だから、でも、新八丁と金梅さんってめっちゃ仲いいじゃん。いつも。仲いいね。だから、21日、金梅さん来てほしいね、俺。ああ、来てほしいんだ。本当だ、新八丁も行ってよ。俺もなんか金梅さんに連絡しても出ないんだよ、電話とか。全く。
電話の方が出るじゃん配信中に。いや金林さんもだって配信だってもうやってもだって閲覧300とか500だから出ないんだよ。もう電話しても、いや関係ある、だからそれでディスられるのが嫌だから金林さんはもうディスられるのが嫌なの。閲覧ないゴミとか言うから悪い。いや、でもしょうがない、それ本当なんだ、本当のことなんだから。本当だけど、でも、引き出す、それしかないからって話だ、でも毎回それじゃん、よっさ。いやいや、でもそれで、じゃあ、忘年会来てよって、ゆうたん連れてきてもいいからっつって。忘年会で、今、閲覧の話で。いや、閲覧でも、いや、だから、その、だから、ちょっと止めてよ、1万5000の時。ん ?1 万5000、2ヶ月か1ヶ月前の台風の時俺撮ったんだよ。それについてもっと褒めてよ。じゃあこれこれの力を使ってんでしょ。これこれ来る前に来てたの一番。これこれで1万。これこれじゃなかったら、ね、新やつ1万いかないでしょ。これこれだから。これこれ来る前に。嘘つけよ。これこれで。だってこれこれなかったら、だって、ふわっちでも100人で、ツイキャスでも3、400人のやつが、なんでこれこれなくて1万人来るんだよ。おかしいだろ。なんで褒めないの。いや、だからさ、もうおかしいじゃん、だから、完全に。おかしいって、1万5000はでもすごいでしょ。俺のアカウントで。うん、まあ、1万はね、これこれのね、力使って1万5000から。これこれ来るかどうかわからんかって。いやこれこれ来るよ。わかんないじゃん、1万5000。いや、だからいいじゃん、ね、これこれ使って1万5000人っていいじゃん、別に。すごいと思うよ、これこれ。これこれ使って。いや、これこれと、そのコネクションがあるってことは俺すごいと思う。3万5000人の前で新やっちょが。うん。やったりしてたよ、これこれの枠で。あ、すごいそう。いや、俺はそれはすごいと思う。これこれと、だってそれで仲いいって。仲いいんだよ。そう、仲いいって1万、そう、1万人が俺すごいと思う、それは。でしょ、これこれ大丈夫。そうそう。これこれ、俺これこれに俺一番嫌いな配信者って言われてるから。これこれでね。そう、これこれ、そう、一、もう絡みたくない誰と、よっさんっていう、これこれ、ずっとやる。キレゲーばっかりだからじゃない、ああいうの疑われるよ。いや、だけど、すごいと思う。だから、それは。すごいの？いや、すごい。いや、だから、新八丁は、